サザエさんで松尾さんを間仕切りする方法ってありますか？ノリスケがキーマンでしょうか？三谷幸喜さんが昔そのサザエさんのなんかあのストーリーを決める会議かなんかに行ったらしいんですよね。サザエさんの最近視聴率が下がってると、サザエさんの視聴率を上げたいっていうの で三谷幸喜さんが考えて、どうしたらサザエさんを見る人が増えるかと。で、今までサザエさんはみんな知ってるけどもう見ないと決めてると。なのでそんな話サザエさんでやるんだっていう何か驚きを与えることで、サザエさんを見ないって決めた人にサザエさんを見てほしいと思って出した企画っていうのが、来週のサザエさんはタラちゃん巨大化っていうテーマを考えたらしいんですよ。タラちゃん巨大化っていう話になったら、さすがにみんな話題になってサザエさん見るだろう。で、三谷幸喜さんはヨーヨーとその話をスタッフに対峙したら、そういう番組じゃないんでって言われたっていう話です。なので、多分サザエさんのマスオさんは、喧嘩しないっていうのが多分そういう番組じゃないんでっていうことなのかなと思います。